エンハンスアーマメント、闇の炎。はい、どうも。最近またトレンドインした男ガイズでーす。何でトレンドインしたかって、あの赤メッシュって名前で。ということで今回は大学生協のハイレベルすぎるチンガイトに突っ込みしてみた傑作集でーす。この動画が一瞬でもまた見たいと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。高評価が多ければ鬼滅の刃系以外の動画もどんどん出していくんでお願いします。それではどうぞ。漫画家になりたいので漫画用の原稿用紙と G ペンを置いてください。普通のボールペンで書けるようになってからでいいのではないでしょうか。形から入るのは悪いことではありませんが。はい、来ました、店員さんの上手いパターンね。まあけどこれはリクエストした側が舐めてるわ。ヒゲどうした？ニコニコに、リブレのランチにニコニコに、ニコもリブレのカレーライス大好きニコ。でも、ちょっぴり刺激が足りないニコね。もっとカレーの辛さが選べたら嬉しいニコ。何それ、意味わかんない。まあでもあなたが言うんだったらやってあげないこともないわ。直券買ったらカウンターで言いなさいよね。即誰が書いたか特定されるや。よし、今日もお腹減ったし、お昼はカレーにしようっと。あ、すいません、カレーの辛さ変えてもらっていいですか？おう！あのラブライブの絵予想はしてたけど、こんなキモータが描いてたの？キモータオタしすぎじゃない？とかなるわ。卒業したくない。いつもご利用ありがとうございます。卒業できると思っていらっしゃることに戸惑いを隠せません。めちゃくちゃ見下すやん。まあけどもう卒業ひらがなで書いちゃってるあたりもうお察し。彼氏の入荷を待っています。注文したいのでカタログをください。世間ではそれをホストクラブと呼びます。ていうかもう普通に大学で売ってるものじゃないね。彼氏をアマゾン商品感覚で気軽に購入しようとしないで。俺がなるから。帰宅途中に小雨の中、裸足でしかも泣きながら歩いてる女性を見かけたので大丈夫ですかと声をかけたところ、一生放っておいてくださいと怒られました。もう一人で生きていこうと思います。東波とオールシリーズ商品の無理やりのご利用しか全然買おうと思わないわ。ルビーから12年ぶりにポケモンやりました。オメガルビーめっちゃ面白いんですよ。12年前とは違って懐かしいイベントとかで泣きそうでした。グラードン、思い出のポケモンなので書いてください。おめでとう。グラードンはネマクロに進化した。対応が雑。絶対グラードン書くのめんどくさくて書きやすいネマクロにしたよね。可愛い女の子かと思った。残念、さやかちゃんでした。ごめんね、さやかちゃん、わけがわからないよ。僕はこの窓から激しい憎悪を感じます。泣くぞこれ。腹をたえぐり出してケツから手突っ込んで奥歯の歯ガタガタ言わせてやろうかって多分思ってます。はい、ホムラちゃん、後期から授業出てないけど単位揃うのかな。ホムラちゃんが誰かわからなかったのでウィキペディアで調べたところ、1ヶ月時間を戻す能力があるそうです。11月半ばの現在から1ヶ月戻れば出席は大丈夫ですし、テストが終わってから時間を戻せば問題丸分かりで単位余裕じゃんと考察します。平気で嘘をつくな。それ魔女誤解での話でしょ。書いた本人マドカになりきっちゃってるからこれ真理受けて信じちゃうから。彼女との間に子ができました。育児本を持っておきたいです。入荷してください。素晴らしいです、おめでとうございます。でも学生さんですよね。いろいろ覚悟もあったでしょうに。闇が深いね。なぜネスの育児本を大学で買おうとしたのかが僕にはさっぱりわからないですが、これ極論なんですが、アマゾンで買えよ。好きな人に3回メール無視されたんですけど、どうしたらよいですか。事情はよくわかりませんが、これ以上のメールはやめた方がいいと思いますよ。ここ恋愛相談所じゃないから。普通に答えてるけど、正規の掲示板を友達との LINE 感覚で使用しないで。お米、それは人類の礎となる糧である。お米に含まれるビタミン、ミネラル、食物繊維、これらが我ら人間に生きる力を与え、スーパーエナジーメイクパワーを体にたぎらせることができるのだ。第二購買部ではおにぎり、お弁当各社取り揃えております。ぜひお試しください。いや絶対普通の米だよね。っていうか質問者側と回答者側のテンションの温度差がすごい。ピース又吉と松岡修造のテンションくらい違う。女の子の目が見えません。どうしましょう。一言カードのご記入ありがとうございます。このご意見については眼科の受診をお勧めいたします。ガチの方で回答やめろ。確かに求めてる回答はそうかもしれないけど、そうじゃない。女の子と話すとき目が見れませんで書こうとしたんだよね、きっと。これおそらく僕が推測するに、このペンギンのメスの方も目見えてないから。立体機動装置を入荷してください。進撃のエクレア90円で大量入荷しています。駆逐のほどお願いいたします。いや食欲失せるわ。何この真っ黒に焦げたボンレスハムに。なりきれなかった巨人みたいなやつ、無理やり巨人にした感が否めないんじゃ。駆逐してやる。おにぎりも一つ残らず。お前大学生協のおにぎりと何があったんだよ。おにぎりに逆に食われたってことでいいのかなこれ。私のおすすめはトロサーモンです。ですがもちろん他のおにぎりも美味しいですからご心配なく。いや人の話聞いてた。少なくともおすすめのおにぎり聞く場面ではなかったよ。おい決闘しろよ。本当に俺とやるつもりかい。だが断る。めちゃくちゃ逃げとるやないかー。ちなみにこのネタはジョジョの奇妙な冒険41巻第4部ダイヤモンドは砕けないハイウェイスター、その際に岸浦本が言い放った名言です。はい。友達にゲイがいます。
どう接すればよいですか？歓迎してあげてください。いや、自らケツを差し出せってこと？嫌だわ。松田さん、付き合ってください。僕は19歳で身長185センチ、体重は62キロです。こんなに重大なご意見に対してしょうもない質問しか浮かばない私をお許しください。ご卒業後のご就職先、どちらをご希望されていますか？めちゃめちゃ親目線で心配されて。そんで何のアピール？これ、もうちょっと他にもアピールするとこあっただろう。学年のみんなが僕に笑いかけてくれません。ご利用ありがとうございます。笑いかけてももらえないとのことですが、残念ながら私も生協の職員の同僚たちに笑いかけてもらえません。世の中そんなものです。ご理解ください。人生ハードモードなんじゃ。もう完全に社会人になってもスマイルよりオプションゲーの世界よ。そうだ、この世界は残酷なんだ。横綱ラーメンは置いてくれないのですか？横綱ラーメンは置いてくれないです。いや怖いわ。無駄な画力をホラー要素に乗せて回答してくんな。読めるかー。よーく見ると多分ポケモンのアンノウンの文字でした。シュシュシュ、痛いよ。ご利用ありがとうございます。なんで今の拳で真っ白に燃え尽きた？てか届いてないよね。親が離婚しそうです。なんて答えていいのやら。難しい問題です。心中お察しいたします。逆に質問がめちゃくちゃ重い。アイドルマスターウェハース5、200枚入り19,800円。誰だよこれリクエストしたやつ。多すぎとか場所のスペース取りすぎ問題の件について。上司ご乱心、止めたんです。一生懸命止めたんです。チョコボール2000個発注しろと言うんです。ああ、もう上司首確定しましたね。先月のチョコボールの売り上げ70個に対して2000個って頭がイカれてるだろう。皆様ありがとう。チョコボール2000個完売記念、日清ラオウ198円。売れちゃうんかい。告白しようとした瞬間、告白とかしないでよねと言われたことがあります。家に帰るとじゃがりこの CM が流れていました。泣きそうでした。嫌な思い出を吹き飛ばせ、じゃがりこ98円。いや吹き飛ぶかー。風がそっと濡れた頬を拭えば、辛い過去もきっと吹き飛ばしていく。 I just keep dreaming, 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 tired。 話を聞かせて、鈍い呼吸が冷め止めないだとみたいな。君と僕はこの色とりどりな魔法みたいさ、まるで世界がひっくり返った。手を回し向かうネットのローラー、これから世界のここから、短い命出し尽くし明日へ。なりたい自分なれのライフ構造、うつむいちゃう夢は夢のまま、信じ心は疑う。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。